蛍光ランプ、蛍光管は、放電で発生する、紫外線を蛍光体に当てて、可視光線に変換する光源である。方式は、熱陰極管方式と霊陰極管方式とに対別される。一般照明用に使用される、蛍光灯は一部の例外を除いて、ほとんどが熱陰極管方式であり、霊陰極管方式は、液晶モニターのバックライト用途などに使用されることが、 多い。本校では主に照明用途で用いられる、熱陰極管方式の蛍光灯について記す。霊陰極管方式の詳細については、霊陰極管を参照されたい。最も広く使われているのは、電極をガラス管内に置き、低圧水銀蒸気中のアーク放電による253.7ナノメートル線を使うものである。蛍光灯は低圧にしたガラス管内の、 水銀蒸気中に放電を行い、発生した紫外光を蛍光体で可視光に変換するもので、蛍光体の種類ごとに異なる光原色や炎色性の光を得ることができる。蛍光灯は蛍光物質が管内に塗布されたガラス管と両端に取り付けられた電極とで構成されている。電極はコイル状のフィラメントにエミッターを塗装したもので、これが 両端に2本ずつ出ている4本の端子につながっている。ガラス管内には放電しやすくするために2から4ヘクトパスカルの封入ガスと少量の水銀の機体が封じ込まれている。発酵時の内部温度は摂氏1万度に達するが気圧が非常に低いためガラスが溶けることはない。蛍光灯に使用される水銀は金属水銀である。水銀封入量は 1975年には40ワット直感型で約5 0ラムだったが2007年には約7ラムにまで削減されている。電極に電流を流すと加熱され高温になったエミッターから大量の熱電子が放出される。放出された電子はもう片方の電極に移動し放電が始まる。放電により流れる電子は ガラス管の中に封入されている水銀原子と衝突する。すると水銀原子が電子のエネルギーを受け紫外線を発生させる。発生した紫外線はガラス管内に塗布されている蛍光物質に照射され可視光線が発生する。白熱灯と比べると同じ明るさでも消費電力を低く抑えられる。消費したエネルギーの変換比率は 可視放射25%、赤外放射30%、紫外放射0.5%で、残りは熱損失となる。白熱灯と違い、点灯には安定器が必要なため、直接電圧をかけただけでは使用できない。ただし電球系蛍光灯では安定器を内蔵しているため、直接ソケットに挿すだけで良い。蛍光灯の点灯開始にあたっては、 フィラメントの予熱が必要なため、指導専用回路が必要である。以下の3種類がある。この器具に使えるランプは、フロリダ FCL、FPL、FDL、FML である。グロースタート式点灯管方式の回路図。A、蛍光管。B、電源。C、点灯管。D、バイメタル式接点。E、雑音防止コンデンサ。F、フィラメント。G、 安定期点灯感を用いて電源を入れると自動的に点灯する。蛍光管、安定期、点灯感で構成される。かつて一般家庭用として最も普及した。指導にかかる時間は従来型の点灯感を使用した場合は3秒程度と蛍光灯の中では遅い。点灯する際に点灯感からピン、もしくはコン、コンなど若干の音が出る。 電子点灯管に交換すると約0.6から1.2秒と通常よりも早く点灯する。2008年現在使用されている点灯管はである。動作回数は6000回程度である。4から 32W のランプでも 200V 用の安定器を使用している場合は FG-4P が使用できる。100V30W 以下及び 200V40 から65。 W は、チョークコイル型安定器を用いる。100V32 から 65W と1 0 0ト 200V52W は、放電を維持する電圧まで昇圧する必要があるので、小型で安価になる単管時期漏れ、変圧器系安定器を用いる。一般に、これら安定器は定力率のため、必要に応じて、電源側に適当な値のコンデンサを、並列接続し、 高力規律にする。この器具は省エネ型のランプを除き、ラピッドスタート式のランプを取り付けても使用できる。手動スタート式、グロースタータの代わりに手動用のスイッチを接続する。手動スイッチを長押しして、フィラメントを予熱し、ボタンを離す際に安定期に、キック電圧が発生して放電が開始される。旧式のデスクスタンドや、初期の蛍光灯器具に見受けられる。 電子スタート式、グロースターターの代わりに、電子点灯管もしくは電子点灯回路を利用したもの。ほぼ瞬時に点灯する。照明器具内蔵の場合と、別売り品をグローソケットに差し込む場合とがある。始動時の点滅がないので、電極に与える負荷が少ない。ランプ寿命時には、点滅を繰り返さずに消灯する。無接点なので一般の点灯管に比べ、 長寿命である。大型の円形蛍光灯に多い。2020年現在市販されている電子、点灯感はがある。ラピッドで、速いのい,い。この器具に使えるランプは、FLR である。点灯感を使用せず指導補助動態を持った、ラピッドスタート型ランプと、余熱巻線付きの磁気漏れ変圧器系安定器の組み合わせで始動する。点灯はほぼ即時。ビル。 百貨店、ホテル、駅、病院、学校、会社、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどの公共施設の多くはこの方式の蛍光灯を用いているが、工術の HF 式への移行が進んでいる。安定期は大きい。ビルなどでは、ビルメンテナンス要員が交換することが多いが、重量が重いため交換には、手間がかかる。 特に直感 110H 型になると安定器だけで 3kg 近い重さになり、2人以上の交換要因が必要になることも多い。施設照明用電子式安定器はこの方式の発展で予熱用電源部、放電用電源部で構成されている。ランプ背面に茶色の帯が焼き付けられているのと、口金がギザギザのもので端子部の絶縁体が大きいのが特徴。 点灯感が不要で、インバータ回路により始動する。高周波点灯により毎秒の発光回数が増える、ため、ワット数あたりの明るさは向上するが、使用不可の傾向等が多い。機種によって、フロリダ FCL、FLR、FPL、FPR、FHP、FHC、FHD、FHG、FDL、FHT、FML、FWL、FHF ランプのいずれかが使える。 ランプフリータイプもある。1ピンタイプのスリムライン蛍光灯に使用される。余熱なしで高電圧で瞬時に始動する。FSL から始まるもの。2ピンのスリムライン FSR-FSL は、ラピッドスタート式。電磁安定器、または、取材料から動鉄系安定器とも言う。通常、安定器といえば、こちらを指す。磁気回路によって、電流を制御する。 同鉄が材料なので、寸法、重量ともに、電子式に比較して大きい。大きなインダクタンス分なので、電源電圧に対して、電流の移送に遅れが生じ定力率である。従って、必要に応じて、適当な値のコンデンサを、電源側もしくは二次回路側に接続して、深層電流を流し、高力率にしている。回路形式によって、 グロー式安定器、ラピッド式安定器の2種類がある。グロー式安定器、ラピッド式安定金バータ式と呼ばれることが多い。以下の種類の器具がある。回路形式により次のものがある。電子式蛍光灯安定器従来のスタータ式、ラピッドスタート式ランプ専用の電子式安定器。高周波点灯のためちらつきが少なく、動鉄系安定器に比較して小型。 軽量である。HF ランプは使用できない。高周波点灯専用安定器、高周波点灯方式の回路図右の回路図の電子式安定器は、セミ共振型と類似した方法で点灯する。回路は、ハーフブリッジ式が多い。先の一等用のほか、従来の直列蓄字指導型に類似した方法で、指導する二等用の安定器もある。単に、 インバーター式という場合、この形式を指すことが多い。大手メーカーは、一般住宅用蛍光灯器具のうち、フロリダ型蛍光管と FCL 型蛍光管を用いる従来型器具の生産を大幅縮小しており、現行モデルはスリム型がほとんどである。またグローランプを用いる従来型器具も、一般住宅向けは生産が大幅縮小され、現行モデルは、 長し元灯や廊下物置用のみとなった。ランプを2本以上用いるインバータ器具の場合、1本でもランプが寿命を迎えると、すべてのランプがつかなくなるため、ランプ交換はすべて同時に行う必要がある。またランプを2本以上用いる器具の明るさ、調節方法も、従来型点灯管器具とインバータ器具とで、異なっており、前者は、 点灯本数を増減させるのに対し、校舎はランプ全体の明るさを変える断長光を採用している。棒状の蛍光感。直感蛍光灯は実用化当初は、現在に比べ太かった。太さは 38mm で、型番のワット数を表す数字の後に S がつかないか、または S が一つのみだった。細い直管蛍光灯が一般的になった当時は、 新しい直感蛍光灯に変えた時に古い直感蛍光灯が太いため新しい直感蛍光灯の箱に入らないという問題も起こった通常の器具の場合太さの異なる直感蛍光灯に交換しても問題ないが一部の密閉器具の場合例えばフロリダ20を使用する器具で太さの異なるフロリダ 20SS18 を使用した場合 発熱量が増え危険であるため、この器具では必ず、フロリダ20を使用しなければならない。また、口金部に防水パッキンがついている場合も、太さが同じものを使用する必要がある。ただし、旧型の直感蛍光灯の専用器具は現在は、あまり見かけないが、個人で営んでいる電気屋では、 売れ残りで旧型の太い直感蛍光灯が残っている場合がわずかながらある。メーカーによっては S のないタイプをまだ製造している場合がある。2010年現在用に出回っている直感蛍光管の直径は普通のタイプが 32.5mm、省エネタイプは 28mm、HF タイプが 25.5mm、T5 管が 15.5mm である。 省電力設計のランプは、頻繁な点滅や、温度変化に弱いと言われる。丸型、円形とも言う。ドーナツ状の蛍光管発光管を折り曲げる、またはブリッジで組み合わせることにより、小型化した蛍光管太字のランプは、ラピッド式器具もしくは一部の HF 器具でも、使用できる。ネジ式口金部分に点灯回路を内蔵し、 電球とそのまま差し替えられる蛍光ランプ。初期の頃の発光感は、関係、夕方、w、U、型が多かった。点灯回路もチョークコイル、点灯感、トランジスタインバーターを使用していたため、電球に比べて大きく重かった。現在は、ブリッジ型、スパイラル型などの発光感が多くなり、小型、軽量化、高効率化が進んでいる。 点灯回路も大型、軽量化され、点灯回路を口金内に収め、寸法的に一般電球と遜色ないものも現れた。従来は一体式であった、発光感を交換できるタイプもある。従来品は調光器具では使用できなかったが、現在は調光器具対応のランプも市販されている。口金は E26、E17 タイプのものが市販されている。 特殊な形状で、スリムライン蛍光ランプの一種。蛍光灯の発光スペクトル光の三原色に、相当する波長に均等なピークを持つため、白色光に見える蛍光灯の色が、暖色系か寒色系かの数値であり、以下の5種類のいずれかに分類されることが多い。これらの呼び名はあくまで基本的なものであり、各メーカーが独自に名前をつける場合もある。 2500K、5700K、8000K など、蒸気5色の通常値以外の色温度の製品が増加しつつあり、それらは、ウォーム色、クール色、フレッシュ色など、基本色とは異なる名称をつけて販売されているため、消費者は色温度を確認してから買うことが求められる。白色の近辺にはあまり製品のバリエーションが存在しない。色温度は、 低い領域ほど少ない温度差で、色味の変化が激しく、電球色と温白色の差は単独の光源を別な、機械に目視しても判別がつくが、中高色と昼白色の差はそれほどではない。蒸気は、一般照明用のものであるが、これ以外にも、栽培などの特殊用途向けの、海の色というものも存在する。 カメラのホワイトバランス設定などで、冷白色蛍光灯というものがあるが、この名称を冠した蛍光灯はまず見かけない。おそらく海外のクールホワイトを直訳したものと思われるが、これは日本でいう白色のことである。太陽光については、太陽そのものの発する光線のみならず、青空などの太陽以外の部分からの放射も地表に到達するため、 青白い光であっても不思議ではない。このため、天空光のみとなる日陰や、鈍天、雨天時の色温度は高くなる。色彩に関する、事業所や病院、美術、博物館が向けに、各光源色に、炎色性を重視した、設計の光原色系、SDL や色評価用、EDL がある。稀に RA が90を超えていて、RA では、 塩色 AA の製品に匹敵する三波長系の製品があるが、この点で塩色 AA の製品とは異なる。普通、蛍光ランプの光色としては、価格的に安い一般型白色 W、中高色 D のものが事務所などでは広く使われていたが、1980年代以降は住宅や店舗などを主体に三波長域発光型の普及が進んできた。 事務所などでは一般型の白色や中高色に代わって昼白色 N が主流になりつつある。住宅用照明器具では住宅設備照明のカタログに掲載される型番の器具では昼白色と電球色のラインナップとする一方小売店向け型番の器具では昼白色の代わりに昼、高色をラインナップに入れているメーカーが多い。中でも店舗照明においては 色温度や炎色性を含めた照明設計が購買意欲に大きく影響することが認識され、それを実現するための様々な公色配光性のランプ商品が用いられている。ただし、商品をよりよく見せるには演出過剰でもいけないため、特定の波長を強くしたりといった工夫がある。 炎色性は色温度ごとに決まっているため、炎色性が最高でも色温度によって青く見えたり赤く見えたりする。ランプの明るさについても、その光色によって差異がある。最も明るいのは三波長発光型の昼白色と電球色であるが、三波長型でない一般型では白色 W が最も明るい。昼光色系の場合、見た目には、 明るく感じるが、実際には、白色系に比べると10%前後暗くなるものの、実用上はあまり変わらない。自然光への忠実度を重視したタイプでは、一般照明用と比べて30から40%も、暗い場合もある。炎色性を示す数値は同じでも、メーカーによって個性があり、色の見え方は少し異なる。例えばパナソニックのパルックは、 やや緑色の再現が過剰であると写真家から指摘されている。蛍光管のカタログには文光分布が載っていることが多い。これはどの色の波長が多いかを示したもので、単に色温度を見るよりも視覚的にわかりやすい。ただし、 文光分布の斜線がなだらかであるほど優れているわけではなく、一般型と公園色型は共に分布図がよく似ており、なだらかな山型のラインに所々飛び出ている部分があるが、南長径は全体的にイギザギザである。しかし実際には、南長径は、円色性の面では一般型と公園色系の中間である。つまり、分布図が不規則であっても、それが、 色の見え方が悪いということではない。蛍光灯はエネルギーを光に変える効率が良い。一般的には白熱電球の5倍の発光効率があると言われる。白色 LED も高効率化が進んでおり、ほぼ同程度の照度が出るものも発売されている。ランプの明るさの単位は全高速、ルーメンである。これはランプから放射される。 すべての方向の光の合計である。最新型の3波長のものでは、32ワット関係のランプは2640ルーメンに達している。ランプに表示されている全高速の数値は、標準の試験用安定器を使用して測った場合の数値であるため、効率の良いインバータ器具で使用した場合、ランプ表示のルーメン値を大きく超えることがある。 蛍光ランプ自体の発光効率は1980年代頃からほとんど進歩していない。蛍光灯器具のエネルギー効率はルーメン、ワットで表される。これは器具によって大きく違い。一般的な 28mm 間の器具でも90ルーメン W ぐらいのものから50ルーメン W ぐらいのものまである。インバータ式のものは高効率で、 磁気安定器式のものは低効率である。ランプが長い方が発光効率良い。スリム感、スリムツイン感の場合は従来髪よりも明るい。器具のカバーも明るさに影響を及ぼす。和室用照明などの飾りがついているものや分厚いプラスチック製のカバーは明るさを落とす。経年変化による変色も明るさや色温度が変わるもとになる。 蛍光ランプの寿命は種類により異なるがおよそ6000から2万時間である。蛍光ランプが点灯しなくなり寿命を迎える原因はランプ点灯中に起こる電極に塗布された電子放出性物質の蒸発、飛散による消耗が主である。蛍光ランプは指導時に最も負荷がかかり、グロースタータの場合、 一回の点灯で約一時間寿命が縮むため頻繁に点滅させる用途には向かずより長時間点灯する場所に向く。蛍光ランプ大手のパナソニックは同社ランプ総合カタログにおいて消灯時間をお,おむね数分程度を境に連続点灯による電力消費の損失が消灯して再始動することによるランプ寿命の損失を上回るとしている。 光術の高周波点灯方式では、電子機器で制御することによって、指導時の電極予熱を最適化し、従来方式に比べ不転となる寿命の大幅、向上を実現した。直感は、一般に、ワット数が大きいほど定格寿命が長い。よって、器具が選べる場合は20ワット間2本のタイプより、40ワット間1本のタイプを選択することにより、 交換の手間を減らすことができる。蛍光灯器具によってもランプ寿命は変わり、良質な設計の器具であれば長持ちしたり、その逆のことが起こったりもする。グローとインバータによる差のほか、メーカー間の差もある。点灯することができても軌度は次第に低下するため、ジス規格では高速が当初の70%に低下した時点も寿命としている。 ただし、蛍光灯は点灯後に徐々に明るくなるため、数分待ってから測る必要がある。気度が低下する原因としては、水銀蒸気がガラス中のナトリウムと反応して、黒色の付着物となること、ガラスが紫外線を吸収して透明でなくなること、などがある。北欧ではガラスからナトリウムが浸出することを防ぐ、コーティング技術と、 電子放射物質のスパッタリングを防ぐ特殊な陰極とを組み合わせることによって8万時間を超える蛍光感が実用化されている。グローランプの寿命は蛍光灯の点灯時間ではなく点灯回数に比例する。グローランプは蛍光灯の交換と同時に取り替えるのが蛍光灯を 長持ちさせるコツだと言われることもあるが、あまり消耗していない場合は変えなくても良い。ただし、蛍光管の終末期に激しく点灯動作が繰り返されると、グローランプもその度に消耗するため、この状態で放置すると劣化が激しく進む。蛍光灯照明器具の寿命については消費者にはあまり認知されていないが、安定期がおよそ8年から10年。 それ以外の部分についてはおよそ15年が目安とされている。器具の寿命は周囲温度、点灯時間などによって変化する。一般に点灯時間が長く周囲温度が高いほど短くなる。これは熱による安定期の絶縁体の劣化が進みやすくなるからである。一般家庭向けの製品では安定期のみを交換することは想定されていないため。 器具全体の買い替えとなるケースがほとんどである。オフィス向けのものでは安定器のみを交換できる場合が多いが、一般家庭向け、オフィス向けともに設計寿命を超えて使用されることが多く、20年を超えて使用されることも珍しくない。古くなった安定器は G という騒音、振動を発することがある。最近の安定器は安全装置が内蔵され、 寿命が来ると、コイルやヒューズが切れて、電源を遮断するため、発煙、発火の恐れは、ほとんどない。しかし、安全装置のない古いタイプの安定器を、いつまでも使い続けると、レアショートして加熱し、最悪の場合発煙、発火するとともに漏電事故を起こす、危険性がある。電子式安定器では、コンデンサの容量抜けなどにより、ヒューズが飛んだり、 コンデンサが破裂、消損することがある。しかし、実際には安定期が原因による事故は稀である。グロー式の器具にラピッドスタート省エネ型をつけて、しまったがために、騒音が大きくなる、つかなくなることがある。1957年1月から1972年8月までに、製造された、業務用、施設用の蛍光灯器具や、水銀灯器具、 低圧ナトリウム等器具の安定器内部に組み込まれている力率改善用コンデンサの絶縁体には PCB が使われており近年学校に設置された蛍光等器具内の安定器が破裂して漏れ出した PCB が児童に降りかかる事故が発生しているこれら PCB 使用証明器具の安定器は設置から40年以上が経ちすでに寿命を迎えている 危険なので早急な交換が必要である。PCB 含有安定器は排出者が厳重に安全に保管しなければならない。シーリングライトなどの蛍光ランプが直接見えない構造の器具の場合は光を透過するプラスチックが蛍光ランプから出る紫外線によって劣化し黄色く変色することがある。こうなると照度は低下し効率が悪くなる。 現在は変色しにくく、透過率が高いカバーが、メーカーによって、クリーンアクリルなどと名付けられて採用されることが多い。器具本体とは別の寿命だが、袋打ちコードと呼ばれるこたつコードにも似た発熱に耐えられるコードのみで吊り上げている、蛍光灯器具の場合、コードが老朽化し、器具の重さによって床に落下するケースもある。心配ならば、鎖で吊り上げると良い。 ほとんどの蛍光灯器具には鎖をかけられる穴が開いている。これは天井側が普通のコンセントかあるいは電球ソケットにセパラボディという組み合わせに考慮したものである。蛍光灯器具によっては引きかけシーリングをコンセント用に変換できるプラグを購入しなくても上部の蓋を取り外すとコンセントに差し込めるプラグが包まれている場合もある。 これは一般的な HF 系高等ヒル、白色 32W 型直感の型番である。FHF は HF 式の直感を32は 32W 型であることを EX は3波長を N はヒル白色を示している。フロリダ式においては SS は直径 28mm であることを18は実際の定格消費電力を表している。 直感型蛍光灯の場合、メーカー、種類、公式表記が、パナソニックライティングデバイス、三菱電機照明、ホタルクス製品は左側に、東芝ライテック、日立アプライアンス製品は右側にそれぞれ書かれている。なお、表記中の ME、TSP、HLK、ソーク、N、プリンス、D はそれぞれ実際の製造メーカーである、パナソニックライティングデバイス、 東芝ライテック、日立アプライアンス、三菱電機照明、ホタルクス、プリンス電機を指している。そのため、例えばメーカーがホタルクスでも ME と表記されていれば、パナソニックライティングデバイスが製造した製品ということがわかる。器具については、磁気安定器式の製品は安く、インバータ式の製品は高い。ただし、 デザインやリモコンなどの付加価値をつけた製品はさらに高価であるため、点灯方式による価格差はさほど大きくない。インバーター式でもオーソドックスなペンダント型器具であれば、関係に等式で5000円程度、直管一等式のベースライトであれば3000円程度のものもある。近年は時期安定期かインバーターかというよりも、関係では従来缶かスリム缶か、 直感では、従来感か、HF 感かという点に注目ポイントが移りつつある。蛍光管については、かつては、高価なもので、1950年の大卒公務員、初任給が4000円強の時期に20ワットが450円から600円、40W 感900円であった。2010年代には一般型の製品が100円ショップで、売られるようになり、 稀に電球型蛍光灯も100円で売られることがあるが、ある程度の品質を持った製品は数百円台である。三波長タイプの相場としては、20ワット直感は300円台、30ワット関係は500円程度、40ワット関係は800円程度となっている。ただし、残光型や長寿命型などはより高価である。高演色型は、 SDL は3波長タイプより少し高め、EDL は3波長タイプの2倍程度の価格である。ただし明るさが低いので、南長径と同じ光量を得るには1.5倍程度の本数が必要である。また、美術館やデザイン用途向けの色評価用や、紫外線カット、食品製造現場向けなどに飛散防止フィルムコート、YouTube 防止型など、 特殊用途向けの製品も多数存在し、これらは、付加価値に応じた価格となっている。一般型の内昼白色のものについては、各メーカーとも独自の名称を与え、やや高価な価格設定をしていることが多い。スタータ型とラピッドスタート型の価格差は、あまりない。関係のものについては、一ランク下のサイズの管が、管の内側に収まるサイズであることと、 両方の管を使う器具が多いことから、2種類のサイズの管を同梱して売る場合も多い。ランプに、ホコリやゴミが付着すると光出力が減衰するため省エネルギーの検知からも定期的な清掃が必要になる。ランプの清掃にはスポンジが好ましく、清掃時には、導電部分、ソケット、安定器、配線部などに水がかからないようにする。 ランプの交換は、ランプの価格、交換費用、交換作業、美観などを総合的に判断し、定格寿命の七十パーセント程度を経過した時に行うのが経済的とされている。一般家庭においてはランプが点灯しなくなった時点で、そのランプを新品と交換する個別交換で良いが、カバー付き照明器具のように、蛍光ランプが直接見えずそのうち1個が不点に、 なっても分かりにくいものも多くなっている。ランプの交換には次の方法がある。蛍光灯は、ガラス製品のため衝撃を加えると破損する恐れがある。また、取り付けが不十分だと点灯せず落下したり、接触不良によりランプの寿命が短くなったり、発熱の原因となる。蛍光灯は点灯中や消灯直後は熱くなる、性質がある。なお、 エアコンなどによって、風の当たりやすい部分には、国家や反転現象が起きやすい。適正な電圧適正な電圧は安定器で、指定の電圧のプラスマイナス6%とされている。適正な周波数事故を防ぐため、設置地域の商用電源周波数にあった、蛍光灯器具、安定器を使用する。蛍光灯は、点灯に際し、安定器が必要であるが、 適合電源周波数で使用しないと様々な問題が生じる。施設照明器具の市場の大半を占めるパナソニックと東芝ライテックでは周波数区分が容易にわかるように器具型番のシールと電線色を分けている。建築基準法による非常灯は周波数区分に関わらず赤である。これは安定器内部のコイルは 周波数の高い交流ほど流しにくくなり、逆にコンデンサは周波数が高いほど交流を流しやすくなるためである。このため、一般の安定器を使用する器具を周波数の違う地域で使用する場合、安定器を交換しなければならない。ただし、インバータ式安定器は日本国内であればどこでも使用できる。子供用学習机に付帯される。 蛍光灯照明は、ちらつきが少なく、目に、優しいとして、インバータ式の普及が急速に進んだため、現在では、見かけることは、まずないが、スタータ式の照明の時代には、周波数切り替えスイッチが取り付けられているものが多く、これを切り替えることにより、周波数の異なる地域でもそのまま使用できた。適正な周囲温度適正な周囲温度は、摂氏5度から摂氏40度で、 摂氏5度以下になると点灯直後は暗くちらつきなどを起こす。蛍光管の点灯方式や省エネタイプ間の互換性事故を防ぐため、照明器具の指導方式にあった蛍光管を使用する必要がある。特に複数方式に対応するランプフリーの安定器を搭載しているなど方式、そのものは問題がない場合であっても、器具全体としては、 管の指示方法やカバーの取り付け、放熱設計など、種々の制約により、適合ランプを限定している場合があるので、たとえ書き記述で互換性があるとされる場合であっても、取扱説明書や器具本体の表示等を必ず確認すること。蛍光灯には水銀を含むガスが封入されているため、割って埋め立て処分するなどの方法では、割った際にガスが、 環境中に放出されたり、最終処分場が水銀で汚染されてしまうなどの問題がある。そのため適切に回収され、再資源化することが望ましい。米国では背景光ランプは、専門業者が回収を行い、この際割らずに回収させなくてはならず、割れた場合には、高額な回収費用が請求される。回収された背景光ランプは、 専門の設備により口金金属部、環状部に丁寧に分割され、中の水銀は銅キャニスターに回収される。残りの部材はアルミ、電極、ガラス、蛍光体へと分別され、完全リサイクルされる体制が確立されている。北欧では廃棄蛍光灯の総量を減らすため、蛍光灯の長寿命化への取り組みが盛んである。一方、日本では、 回収して水銀をリサイクルできる専用の施設に処理を委託する方法が取られつつあり環境マネージメントシステム ISO14000 の認証を取得している企業などではこちらの方法が一般的である一般家庭から廃棄される蛍光灯は一部の自治体が回収を行っているものの現在でも多くの地方自治体が燃えないゴミに出すように定めており 環境意識の高まりとともに改善を求める声が上がっている。自治体が回収を行っていない地域であっても、一部の家電量販店や電気店、ホームセンターなどが蛍光館回収協力店として、店頭で無料で回収している場合、または蛍光灯購入を条件に回収している場合などがある。また、大日本プロレスが試合会場や郵送で、 無料回収している。回収された蛍光灯は実際に蛍光灯でスマッチに使用される。ガラス管の外面全体にポリエステルフィルムの合成樹脂で被膜を施した蛍光管。P タイプと呼ばれている。1万1の破損に対し樹脂フィルムで落下や飛散を防ぐ。防皮型とも呼ばれる。薄いガラス素材である蛍光管は 破損の際に非常に細かい破片が飛散し、人の目や高校をはじめ、機関にも到達する危険がある。そのため異物の混入が事故となる現場や、破片の除去、清掃が困難な製品や機器を扱う環境で利用されている。公共施設や鉄道、路線バスをはじめとする輸送機械、加工食品の工場、学校で使用されている。また、サーバコンピュータルーム、 国際宇宙ステーションでも使用されている。高価なため、一般家庭には普及していない。フィルムに UV カット性能を持たせ、防虫効果を兼ね備えた製品もある。蛍光管の表面に酸化チタンの被膜を施した蛍光管。PC タイプと呼ばれている。光触媒の作用で、ランプ表面についた有機物の汚れを分解し、室内の匂いを軽減する機能もある。 夜間活動性の昆虫は明るいところでは、死機能が低下する性質を利用して、果樹園などでの求外被害を防止するための蛍光感。Y タイプと呼ばれている。夜光性昆虫の補充用の蛍光灯で、近視外域の光を効率よく発するようにした蛍光感。BL タイプと呼ばれている。 生鮮食品や食肉を新鮮で美味しく見せるための食品展示用の蛍光灯。冷蔵、冷凍ショーケース内では低温下でも明るさの低下が少なく指導性に優れた低温用蛍光ランプが使用されている。青色と赤色の発光成分を組み合わせたランプで観葉植物や熱帯魚の干渉用と光合成を促進する植物育成用がある。 BR タイプと呼ばれている。蛍光管の内部に紫外放射吸収膜を施した蛍光管ニュータイプと呼ばれている。美術館などで作品の色への影響を軽減するために利用される。また、店舗や食品工場では優虫を防ぐため白色系のランプが利用される。繊維塗装、染色などの分野で利用される。 表面色評価用の標準光源として自然光に近似した光を出す蛍光灯。色評価用ランプは印刷工場、写真現像書、美術館、博物館でも使用される。近紫外光のみを有効に放射する文書や鉱物の鑑定、鑑識、舞台や看板用などの効果照明用のブラックライト蛍光ランプが使用した蛍光灯。 BL, B タイプと呼ばれている。養鶏場で使用される光放射による散乱時期の制御のための蛍光灯。半導体工場のクリーンルーム内に使用される純黄色の蛍光灯。Y, F タイプと呼ばれている。紫外放射による殺菌を行うための蛍光灯。GL タイプと呼ばれている。パソコンのモニターやテレビ用の関係の細い蛍光灯。省エネと 環境負荷低減の観点から2010年代以降は LED 照明への移行が急速に進み一般照明としての蛍光灯と水銀ランプは収束する方向にある赤崎勇、天野博中村修二らによる実用的な青色発光ダイオードの発明と高輝度化への成功これを応用した高輝度白色 LED の開発により2000年代に実用化した LED 照明は、蛍光灯より、消費電力が少なく、活調寿命のため長期間にわたりランプ交換も、不要という利点により、急速に普及し、停電化。日本においては2011年3月11日の、東日本大震災に伴って、日本の原子力発電所が、全初め停止措置による、電力不足が普及に拍車をかけた。 これを受け、日本の大手電気メーカー各社は、蛍光灯照明器具の新製品発表を2012年以降取りやめており、中でも、照明器具国内シェア主位のパナソニックは、先陣を切って、2015年度をもって、蛍光灯および、白熱電球を用いる、一般住宅向け従来型照明器具生産を、終了し、今後は、LED 器具へ完全移行する旨を、 公式発表した。こうした脱蛍光灯の動きは今後他社にも広がる可能性がある。なお、白熱電球生産は2012年度をもって日本の製造メーカー全社が完全終了した。従来型蛍光ランプ、電球型蛍光ランプ、点灯管、ミニクリプトン電球は交換用途に絞って生産が継続されているが、 日立グローバルライフソリューションズは LED 器具電球の普及で従来型蛍光ランプの需要が減少傾向にあり、かつ材料価格高騰で製品の安定供給が今後困難となることが予想されるため蛍光灯、白熱電球器具に続き蛍光ランプ、点灯管生産を2019年12月限りで完全終了し、今後は LED 電球及び LED 照明器具のみの生産へ完全移行すると発表。蛍光ランプ生産からの完全撤退は、日立グローバルライフソリューションズが大手電機メーカーで初となり、翌2021年3月には三菱電気照明が蛍光ランプ、点灯管、ミニクリプトン電球生産を完全終了予定。東芝ライテックは2016年限りで、 蛍光灯の自社生産より撤退し、以降、東芝ブランド蛍光灯生産は、パナソニックライティングデバイスとホタルクスへの委託へ、切り替わっている。今後、日本の蛍光ランプお店頭館メーカーは、パナソニックライティングデバイスとホタルクスのみとなり、日立系列店、日立チェーンストールと、三菱系列店、三菱電機ストアで販売される。 蛍光灯は今後パナソニックライティングデバイス、パルックプレミア、東芝、メローゼットプライド NEC、ホタルックなどの他社製品へ置き換わっていく。2015年11月26日の複数の報道で日本国政府が省エネ法の政令を改正し、2020年度、メドに蛍光灯や白熱灯の生産や輸入を実質的に禁止する方向であると報じられたが、 経済産業省は、これらを一律禁止するものではないとして、報道内容を否定した。蛍光灯が使用する水銀は、環境負荷物質として、e、EU 域内では、ROHS 指令による規制の対象であるが、蛍光灯を代替できる他の技術が確立されていなかったことや、蛍光灯が広く普及していたこと、発光原理上水銀を使用せざるを得ないことを、理由として、 蛍光灯への使用は許容されている。しかし、水銀の使用と輸出入を2020年以降、規制する水銀に関する水俣条約が2017年8月16日に発行。これを受け、日本でも廃棄物処理法に新たに、水銀含有廃棄物の区分が設けられ、廃棄蛍光ランプも、有害廃棄物として管理を求められるなど、 処分費用の負担が増加することから、産廃処理業者の中には、廃棄蛍光ランプの受け入れを取りやめたり、追加費用を請求する例が出ている。家庭から排出される、廃棄蛍光ランプを無料回収していた、量販店も、東急ハンズなど一部は、有料回収に切り替えている。蛍光灯を代替する技術として、LED 照明もすでに実用化されていることから、 日本においては、新築のオフィスビルなどでは、全館 LED 照明を採用する事例も増えている。家庭向けにも蛍光灯照明器具の製造、販売を収束するメーカーが相次いでおり、蛍光灯の使用は淘汰される方向へと情勢が大きく変化している。なお、いわゆるレトロフィットの一種として、蛍光灯器具に装着可能な LED 管も存在するが、 電球型蛍光管からの事実上の発展型である、電球型 LED とは異なり、装着にあたって安定器をバイパスする工事を要するものや、スターター式のみ、工事不要としているもの、完全工事不要のものなどが、製品によりまちまちだったり、LED 管自体も元来からの LED 器具に装着するものと互換性がない等で、電球型 LED ほどは普及しているとは言い難い。 そもそもが直流駆動であったり、交流でも、商用電源とは互換性のない高周波駆動であったりする、車内照明用途では、管自体の破損対策等もあり、器具ごと交換するのが一般的となっている。蛍光灯ですマッチ。ありがとうございます。